だからナウシーはこれからも国会議員という肩書きのままドバイにいて世の中の裏側を出していくのが、封印されたりしないんですか？封印にしようという動きがあったらそれに賛同するやつをめくる。だからもうガーシーの顔と音声が出るとバンされるっていう状態になっていて、それすごいですね。まあガーシーのチャンネルを切り抜いた人ね、実はさっきグーグルのルートでグーグル社に聞いたんです。要はグーグル社曰く、もうガーシーについては参議院議員選挙、はい、ガーシー当選というね。ガーシーのバッジ持ってくるんですか？8月の6日に日本を立って7日に。あ、そうなんですね。会います。俺も行きたかったな。多分まあ公にしていいと思うんで、あの光くんと青次郎氏にバッジと証書を渡してもらう、意識をしてもらう。当面ガーシーは出ない？いや、もう一生帰ってこないじゃないですか。だって日本に戻ってきてビビりながら YouTube 出すよりも、もうドバイにいたまま芸能人の撮りとかも出した方が面白い。そんなのあるんですか？まあ、本人はそう言ってるんでね。ただ殴ってる映像とかはあるんですよ、僕見ましたから。だから上場企業の社長が女の子を殴ってるとかっていうのは映像来てましたね。YouTube でそういう暴力シーンダメなんで、そういうのをサロンで出して、そのサロンで出したものを見た人が、まあ、お金払って見た人が YouTube で VTuber とかね、VTuber じゃなくてもちょっと可愛らしい女の子が、国会にガーシーのサロンによるとこういうことがありましたみたいな感じであれば、それはそれで YouTube も多分バンされないと思うんで。だからガーシーはこれからも国会議員という肩書きのままドバイにいて世の中の裏側を出していくのがベストだと思ってます、ね。クビにされたりしないんですか？クビにしようという動きがあったらそれに賛同するやつをめくる。じゃあ参議院議員の中で常に傷持ってるやつなんか山ほどいるわけですよね。特に参議院議員は違法じゃなくても不倫とかでもいけるわけですよ。例えば回春でもいけると思います。お金で女性を買ってる人、まあ、ガーシーに逆らうような参議院議員がここに3分の2もいるのかなと。3分の2以上いないとダメなんですよ。だからガーシーが女性気になることは 100% とは言えないですよ。 99.9% はないです。すごいですね、はい、もうメディアも情報が来てて、うん、ガーシーは触れないって言ってますね。テレビでは絶対応援しないですよ。なんで？有田芳生さんなんかは国会に辞めた方が出てくるじゃないですか、はい、あ、そう。だから国会に意外に呼びづらいんですよね。だから713人もいるから、もちろん日本に来ました、戻ってきましたぐらいの報道はするでしょうけど、うん、じゃあガーシーの深いところを取材しますかとか絶対ないです。まあでも今週刊文春より情報集まっていたそうですよね。だからそれをどう出していくかがこれからの課題で、うん、要は YouTube でストレートに出すっていうのはそれは完全に止められたわけですね。今もうバンになってしまってるんで、もう完全バンです。もう完全バンですよね。あれも完全バンです。だって切り抜きの人たちはワンストライク、ツーストライク、スリーストライクじゃなくて、うん、一発バンされてるんですよ。だからもうガーシーの顔と音声が出るとバンされるっていう状態になっていて、それすごいですね。まあガーシーのチャンネルを切り抜いた人はね、コラボした人はバンされるかどうかについては、うん、まだ不明なんですよ。ものすごい分かりやすいのをやってくれてるのがヘズマニュー君で、うん、彼は自分のチャンネルもういくらやってもバンされるんですよ、うん、ところがコラボは OK なんですね。でガーシーとコラボしたのが麻生先生です。それバンされたんじゃないですか？で、あれはバンされた理由は、うん、ガーシーが出て行って俺にステアカちょうだいって言ったんですよ。2000ぐらい集まったらしいんですけど、うん、それは利用規約違反だからバンされたんです。なるほど。一応理由はそっちなんで、ガーシーとコラボしたんじゃなくて違法なアカウントの収集をしたから利用規約違反でバンなんですよ。実はさっき裏のルートで Google 社に聞いたんです。要は Google 社曰く、もうガーシーについては分かりませんと、今後どうなるか分かりませんと。コラボするぐらいはいけるはずなんですが保証はできません。そんな状態になってるんです。もう大問題ですね。もう権力に思いっきり逆らってるわけですから、もうそれこそニコニコ超会議の時に、まあ、もう絶対バンされるだろうなってのは分かってたんで、うん、だから彼に国会議員で箱をつけないと、もう完全に消されるんだろうし、サロンを作るっていうことについても、もう進んでるんで、来月、ドバイにサロン作れる人も一緒に派遣しますから、これはもう、相当できる人ですから、もうアリババのサーバー使ってやるまで決めてるんで、でそのサロンを、あとは、YouTuber、VTuber とか他の YouTuber が拡散するっていうのが今一番、そのガーシーの情報を安全に国民に知らせるのは一番ベストかなと思ってますけど。それはじゃあやっぱりこう裏からの圧力みたいなのがすごいんですね。これはこの圧力のレベルがすごいです。速さもすごいですよね。だから切り抜きチャンネルを一発バンしてる方がやっぱびっくりしますよね。普通はワンストライク、ツーストライク、スリーストライクなんですけど、もう問答無用でバンしてるんですよね。特定の広告主から圧力とかそういうのがあるんですか？
ガーシー曰く特定の広告主がわざわざアメリカのゴーグル社に行って、うん、まあ、日本で一番広告を出してる人がこいつを潰せっていう陳情したっていうか、そういう申し出をしてるっていう情報は入ってますけど、へー、でもグーグル社としてはガーシーの内容じゃないと僕は思ってるんですよ。表向きの理由は結構ね、いわゆる脅迫してるんですよ、うん、大阪弁のグブラーっていう言い方で表現が脅迫に当たるから、でそれをそのままコピーしてるから、まあいわゆるそれをやったアカウントのコピーをしてるからダメ。ガーシーのチャンネルが例えば50本あるとしたら、その中で3本以上空白してるやつがあると、これがバンになるわけですよね。このバンになったチャンネルの素材を使って切り抜いてるから、それが利用規約違反でバンになってると。なんか他の動画サイトを使ったりとかしないんですか？なんか FC2 とかも考えてるんですけど、 FC2 はまた別の問題がありますもんね。そう、今の実質上の社長の悪口言ってるんで、あの人ね、はい、M から始まりました。はいはいはい、だから FC2 でやると多分いきなりバン食らうんじゃないかなって。だからちょっとガーシーライブにこだわりすぎないですよ。TikTok とかじゃダメなんですか？最近すごいですよ TikTok。僕もあの切り抜き動画を始めたんですけど、切り抜きで一番バズってるの TikTok のショート動画なんですよね。TikTok がダメって言ってるわけじゃないんですけど、だからもうガーシーが僕は顔を出してやるよりも、ガーシーの一時情報は絶対にバンされないところに置いておいて、そこにアクセスするのにお金を払うと。だから国会議員ガーシーがこんなこと言ってますっていうのをお金払って取ってきた人が YouTube なり TikTok で流してお金を儲けたら、いやしかし今回の選挙戦略は見事でしたね。これだってガーシーをリクルーティングするために一泊というか、もう何回か2回来ましたよね。すごいよね。あ、そうですね。僕20年ぶりの外国でしたからね。ガーシーに会いに行くためだけにドバイに飛ぶ。もうそうですよ。だから実はパスポート僕持ってなかったんですけど、あの新庄さんを口説きに行くときに、パスポート持ってて、新庄さんも口説きに行った、口説きに行こうと思ったんです。まあ、彼はもう一応可能性あったんで。今回ガーシー当選したから、YouTuber はみんな行くんじゃないですか。今回のガーシーの当選によって、みんな分かったんですよ。選挙って日本にいなくても当選するんだと、うん、つまり YouTuber は YouTube やっとけば当選するんだっていうことは、みんな分かっちゃったんですよ。だってガーシー登録者数で言ったら日本の YouTuber で言ったら500位ぐらいでしょ。あ、それでも当選しちゃう。当選するんですよ。だから当然400万人いるヒカル君とか DJ 社長とかね、うん、もう全然出たら通るんですよ、うん、しかも何もしなくても。むしろ YouTube で選挙に出ると選挙ブーストっていうのがあるんですね。選挙に出るだけで再生回るんですよね。選挙に出てる人をゲストで呼ぶと回るんですよ、はい、結局立花ガーシーを扱うと回るんですよ、うん、選挙に出るイコール実は再生数が回るんで、まあね、YouTuber はテレビに出る必要ないからいいですよね。